来たぞ。なんかちょっと景色が違う。
しゃ、来たぞ。はい、レイドジャパンセットできましたよ。こんな感じ。おほほほほ。いや、なんかね、魚がふわってね、食ったのが見えて、で、どうかなと思って入れてみたら、こんなね、ごしょごしょの際から食ってきましたよ。イエーイ。ちょっとね、この濁りだから釣れないかなと思ったんですけども、スルスルスルゴーンってね、食ってくれました。ちょっとね、巻いて使うっていう体なんで、グラビアスのローギアのモデルに14ポンドラインでクリクリクリってね、巻いてきたら食いましたよ。いいとこかかるねこれ。じゃあね、引き続き頑張ってみたいと思います。こういうカバー、うわー、すごい、もうね、流れてっちゃうんだけど、微妙に保持させながらで、なんだろうな、ほんとボディをこのセッティングでもぐねん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 動かしてくれてるから、なんか静かなんだけどすげえアピールしてくれてるのかな。ちょっとね、普段と様子が違うから、もうバスいないのかなと思って帰ろうかなと思ったんだけど、いました。じゃあね、いるってことはもうちょっと頑張ってみたいと思います。ちょっとちょんちょん誘ったりもできるし、あとは一応ユーマズメとかガチャガチャトップウォーターとかも。おお、すげえ、食うぞ。また食った。いるいるいるけど食わせづらいんだ。なるほど、この流れとうまいことお友達になれれば。てる分そんなに見切られてないから、ちょっとやりやすい、いや、やりやすくはないけど、なんか通し方さえ見えてくれば連発するかもしれないな。ここにアイスライドを置いて、はい、目印ここね、こつれつれつれ、スポット1。はい、というわけで帰ってきました。これレイドジャパンのね、ヘッドスライドとフルスイング、この組み合わせでね、いい感じのバスが釣れたので動画にまとめてみました。このルアーね、ちょっとね、手に入れてどんな感じかななんてね、いろいろ試してみたいなね、それで投げてきたんですけども、今回ね、釣り場がですね、雨の後ですごい普段クリアな水域なんですが、めちゃくちゃ濁っていて、そんで流れも速かったっていうことで、もうね、一見ボイルもないしね、あれバスいないのかなと思って、で、まあ、結構ね、アイウィングを投げて、それからこれに変えてっていう流れだったんですけども、それ以外にもブルフラット投げてみたりですね、いろいろなやつをですね、投げ込んでいたんですが、どうにも反応が得られないっていうことで、
もういよいよ、ああ帰るかななんて思ってね、どうしよう、まあでもちょっとあの動き見てみよう、濁ってるけどなんて思ってね、これねつけてみたんです。でもうものの数頭でね、急にねバスが反応しだして、速攻で連れてくれたっていうことで、これねあのノーシンカーでこのフルスイングね、これだけで使っている時はどうにもねちょっと掴みづらいな、自分はもうちょっと柔らかいシャッドテールワームの方が得意というか好きで、例えばバラップスイマーとか、あとはガンクラフトのバリキーシャッドとか、あれ結構ね柔らかめで、なんていうかな、ロール主体の動きと、バリキーシャッドはね結構テールがね柔らかくてグイン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 動くとかね、それぞれ微妙にね動きが違うんですけども、フルスイングは結構ね硬めの素材だから、結構重めの針を背負わせないとボディがくるくる回っちゃうなとか、そんな感じでねあんまり使っていなかったんですけども、今回この新しく出たねヘッドスライド、これに組み合わせたら使いやすいんじゃないかななんて思ってね、一応ねこうボックスに入れていたんです。でちょっとおかっぱりで荷物ね、重いバッグは置いてタカタカタカってサーチしようと思って、羽物と、これとって持ってね、で釣り上がっていったわけなんですが、投げていてね、まず釣り抜け性能、結構ねカバーの濃いめのところで、でそのね、カバーにすりつけるような感じで何回も何回も投げたんですけど、結局ねなくならないで全部スルスルスルってね抜けてね、うまいことね、その他のちょっとジグストの釣りとかね、重めのなんだろう、テキサスリグとか入れたら結構値がかっちゃったんですよ。でと思ったんですけども、これねほんと値がかんないで最後まで結局、結構タイトに投げ込んだんですが、なくならずにですね帰ってきてくれたっていうのと、あとはねバスがね速攻で反応してくれたっていうこと、一発でねちょっとお気に入りの組み合わせになりました。でちょっとね濁ってて動きが見えづらいかなとは思うんですけども、これねここら辺を視点にこうグネ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 動く、このテールの固めのテールの動きをそのままボディにね反映させてね、で前にはこういった重りまでつけてるんですけど、くね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 ね、ブイン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 ね、こうケツをね振るような、うん、でもね上から見てるともうなんかくの字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 ってねぐねぐねね動くんですよね。でこのテールはものすごいねバーンとしたね波動を固めのボディから出してくれているので、ちょっともう少しキラキラしたりとかボリュームがあったりとか、そういったワームの方が釣りやすいのかなと思ったんですけども、土茶濁りの中でこのグネグネなねアクションがバスに猛烈アピールしてくれて、まあ速攻でヒットに至ったんじゃないかな。でああいうちょっと普段クリアなんだけど濁り上がっちゃったっていうことで、多分バイトもそんなにバスうまくできていなかったと思うんですけど、この細軸のフックのおかげかですね、一発でスコーンとね、加えてくれていた。その後ねもうワンバイトをもらったんですけども、それはやっぱねこう通った瞬間にバッて食ったのか、一瞬かかったんですけど外れちゃったんですよね。だからこの微妙な力強いんだけど針はね必要最低限の強度を持たして細めに仕上げてる、このセッティングとかがね全てね具合よく機能してくれたのかななんていう風に感じました。まあ、この組み合わせで今回はねちょっとね巻いてどんどんねサーチしていこうっていうことで、こういうね右巻きのグラビアスのこれギア比が 6.6 のものね、ここにギア比書いてあるんですけども、グラビアスの中では比較的ローギアなモデル、一番ローギアなモデルですね今。これでラインはねちょっとカバーっぽいところとかいろんなとこ投げられるように、クロロカーボンね、クロロマイスターの14ポンドラインね、で浅溝スプール、こんな感じで、で竿はね中古で買ったグラスコンポジットの巻物ロッドなんですけども、この組み合わせで、でグラスコンポジットでちょっと柔らかめなんで、これがもしね太めの針だったら、うまいこと針がかりしてなかったかもなーなんていうふうに思うんで、
まあ、こんな感じの組み合わせでね、ちょっと負け物っていう感じで使ってみたところ、バシッと食ってくれました。またね、あの秋とかね、広範囲にサーチしてバスの居所を探るときなんかにね、これね引き続き活躍してくれそうなんで、ちょっとねこの組み合わせ、投げ込んでみようかななんていうふうに考えております。でもうね帰ろうかななんていうふうに思っていたんですけども、バスから2回反応があったっていうことで、次回ねこのエリアを釣ってるよ編の動画では、さらにねライトリグをあのカバーに入れてね、ああいう時ってバスがね群れている、あの周りね見えはしないんだけどものすごい数いたりするんじゃないかなっていうことで、ちょっとね使ってみたかったライトリグのワームぶち込んだところ、なかなかね面白い展開になりましたので、そちらの方もぜひ、ご期待ください。というわけで本日の釣りコー TV はこちら、レイドジャパンのフルスイングにヘッドスライド、このレイドジャパンセットを投げていたところいいバスが釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。